遠領は、中華民国の政治家。日本通りの政治家の一人として知られた人物で、北平市長も務めた。字は、文教、文勤。日本に留学し、早稲田大学を卒業した。帰国後は、法天省で準警局被下町、摩津不全府警察総弁天交渉員、交渉士総研事、交渉士代理、東三将軍開局総弁。 東変動佐賀税務総弁などの各職を歴任する。その後、北京政府中央に召喚され、大総統府秘書、国務院参議、中央農事試験場上長を歴任した。1924年、遠慮は、寄付内閣で、秘書長に任ぜられる。翌年、全国水利局総裁兼様子高水道、討論委員会副会長に移動した。1928年3月、 国民政府外交部、第2子市長に任せられる。翌年、上海市政府秘書長となり、10月、上海市公安局局長となった。この頃までには、遠慮は、院南事項、ン道、定活とともに、日本通りの四挙動ともくされるようになっている。1931年12月、厚生省政府委員権保安署署長に任命された。また、 軍事委員会委員長南正幸英地方、自衛署所長も兼ねている。1933年、行政院中北平政務整理委員会委員長に任ぜられた寄付に遠慮も随従する。6月、北平市市長に任ぜられ、翌月、政務整理委員会委員も兼ねた。1935年11月、福建省政府主席となった。 賃金の下に展示、小政府顧問に任ぜられている。なお、北平市長在任中には、先生省の中国共産党を取材しようとしていた、江戸川スノーのために特別に通行証を発行し、スノーから、その当礼として、英国政総官僚銃を送られたという。1948年、中華民国経済部に属する防石事業、 調節委員会が全国家社府管理委員会に改組されると遠慮が主任委員に任命された。中華人民共和国建国後も大陸に泊まり、1953年に死去。去年72。ありがとうございます。